えー、こんばんは、マサトです。えー、農家との園主でお送りしています。えー、今日はこの、情熱かさ3年のニュースの虎顔から。 えーまあ、昨日のアップされた動画ですけど、えー、スロベキアの首相が襲撃された事件で、いろいろとこの、まあ、内容の込んだ動画がアップされています。えー、では、お送りいたします。えー、この5分で解説、うん、反イスラム、反移民の過激団体と関係、陰謀論で目覚め、目覚,め覚醒し、目覚めた極小説家のおじいちゃん、暴走、政治団体立ち上げを をこのをを立ち上げ後、えー、これなんかな、えー、乱暴乱暴自体この立ち上げこのしこのボートと散乱しボート最後はこの立ち上げ後 最後は暴力ですね。なかなか見切れないですけど、えー、この、もともとこの71歳のおじさんを、この、えー、もともとこの新労派の方々が、あの、この、立ち上げた、この政治団体ですね、局、えー、ですね、新労派ですね、そういうことで、この、えー、この小説家で,ですけど、えー、このおじさん、71歳ですね、えー、この、うん まあ、もともと警備の仕事で、えー、拳銃は合法的に持っていたということで、今回、えー、襲撃事件ですね。あ、腹に五殺、5発ですかね。えー、まあ、首相は既得情勢を出したと言ってますけど、えー、この、この曲ですね。えー、ロシアは本当に裏でいろいろと、ヨーロッパで、えー、暗躍してますね。いろいろこの、えー、テロいろいろこのミス。 荒っぽいですね。荒っぽいことをして、えー、この最後の仕上げという見方もありますね。えー、最後の、すべて首相、選挙中は、 結構、この親ロ派の,この,このーを発言していましたけど、えー、今回、えーまあ、1月、2月、4月頃からは、特にウクライナのスリア首相かな、首相と会談して、ウクライナの主権を尊重するということで、えー、こういう発言したので、えー、ロシアの恨みを買って、こういう事態になったとことが、えー、予想されます。えー、いろいいろとロシアはいろいろな 関連、いろんな手を使って、その、曲、いろんな。 使って情報工作実際、えー、テロそういうスパイ活動をしてますねはい、えー、気をつけたいと思います最後のこの常年つかさちゃんによるネ,ス,クサチャンネルのスのトラガーからーサムネ説明欄を読んで確認して終わりたいと思います、えー、5分で解説反イスラム反移民の過激団体と関係陰謀論で目覚めちゃったー、えー、極右スリスカのおじいちゃん暴走政治団体立ち上げを後。 最後はあ暴力ということで、え引き続き情熱かさチャンネルのニュースのトラ,ラガーをウォッチングしていきたいと思います。マスターとです、えー。マスターとの,の YouTube チャンネル登録、またコメント、いいねボタン等よろしくお願いいたします。えー、またあ、聖書を学びたいというお友達を募集していますのでよろしくお願いいたします。えー、マスターとでした。次回の1分間にお願いいたしましょう。あ仕上げですパーンブレズシャロム、シャロム、シャロム。